こんにちは、二宮いちごと言います。信じられないと思いますが、ある日過去の自分が押しかけてきたんです。仕方なく仕事用の空き部屋を住まいとして一時的に貸し出しています。いっちちゃんは私が未来の自分とは気づいておらず、私のことを家主さんと呼んでいます。私について、性別は女、年齢はまあ察してください。あれ、2001年で14歳ってことは、以前は会社勤めをしていましたが、今はやってません。彼氏というか夫というか旦那というか、まあ伴侶の仕事の都合で退職したのをいいことに、今は基本パソコンいじくっていろいろ好きなものを作っています。自営業で食べていけたらいいなという気持ちがあって、ゲーム開発をしていて、細々とシナリオを書いたりプログラムを書いたり、いっちちゃんがやってきて動画がやってみたいと言い出して手伝うようになってからは、そこに動画や配信関連の作業が加わって、無職のくせに一日中パソコンに向かって結構忙しい日々を送っています。パソコンをいじる以外は特に趣味というものもなく、うっすらオタクっぽいのにアニメを見るわけでもなく、ゲームをするわけでもなく、強いて言えばお酒が結構好きで、美味しいものを節約しながら食べたいので自炊はよくするかなって感じ。これまでの活動経歴、実は私はインターネットで名前を持って活動したことがほぼないんです。幼少期からパソコンに触れてタイピングゲームをしたり、好きな漫画の二次創作サイトを見漁ったり、絵を描いたり、フリーゲームで遊んだり、ホームページを作ったり、某巨大掲示板を見たり、ネット老人といえばネット老人、好奇心が強いのでいろいろしてはいたのですが、やっぱコテハンって嫌われるし、そもそも半年ロムレとか言われるし、基本ネットって剣の姿勢の方が安全な立ち位置からヤバい人を見て楽しめて何のリスクも負わずに済んで一番賢いんですよね、なんてことをやってると一生ロムになってました。自分で言うのもなんだけど真面目なところがあって、学生時代は結構勉強を頑張っていたり、社会に出たら出たで仕事に気を取られすぎて、現実に向き合う時間が長すぎてつまんない大人になってしまってるんですよね。ネットを見る時間が長かったのは中学生の頃、大学生の頃。大学生の頃だけ身内のオタクコミュニティでネットラジオや歌ってみたとかやってたくらいで、でも大っぴらに外に公開することはやっていませんでした。そんな地味な私ですが、いっちちゃんのやる気に当てられて少しは活動をしてみることにしました。基本いっちちゃんのお手伝いを裏でやるつもりなので、おそらくたまーにしか出てきません。喋ることが得意というわけでは全くないので、たまにやる配信はぎこちないかもしれませんが、お手柔らかにお願いします。いっちちゃんについて、中二病特有の自分は選ばれし者という意識があって、自分は何でもできる天才スーパーハカー、あるいはいずれなれると信じています。ハッカーじゃなくてハカーなのは、別にハッキングしたいわけじゃなくて、パソコンとかコンピューターで何でもできる人になりたいという思いからで、ああ恥ずかしい、自分の黒歴史をなんで説明しなきゃいけないんだと、見ていて辛くなる時もあります。だって彼女からする未来の自分はがっかりするほど無力で、天才といえる頭脳も輝かしい地位もなく、ただの凡人だっていうのに。こんな私と過去からやってきた変なやつがいろいろやってみてるチャンネル、よければ皆さんも見守ってやってください。